どうもこんにちは、今回はですねようやくクロスバイクが届きました。いろいろとですね買ったものはあるんですけども、まあそれはおいおい見ていくとして、とりあえずですねこれに乗って、この辺はねちょっと散策してみようかなと思います。初めてのねクロスバイクなんですけども、どうだろう、乗れるかな、まあ、ちょっと心配はあるんですが、今ここはですね広島県大竹市の、マロンの里というところです。なだらかな道もあるので、まあ練習にはいいかなと思って、今日はここにやってきました。それではですね早速乗ってみましょう。初クロスバイクです。ここからは360度カメラを使って、撮ってみましょう。うまく撮れてるといいんだけどな。近すぎ？近すぎるかもね。顔を真下から撮ってるだけな気がする。おお、早い。うまく撮れてるといいんだけど、カメラがねすごいグラグラしてるんでちょっと微妙かもな。うまく撮れてるといいんですが、マイクもね今これ外部マイクで撮影してます。この自転車のねこのクロスバイクのギアっていうのが右手と左手でね、なんて言うんだろう、まあ同じようなボタンが2つついてるんですが、上げるギアを上げるっていうのとギアを下げるっていうのがね左右逆なんですよね。この辺は使い方を覚えないといけないな。まあでも慣れでなんとかなるでしょう。乗ることに関しては全く問題なさそうですね。乗ることに関しては全く問題ないけど、ケツ痛くなりそうだなこれ。ここもね確かキャンプ場があったと思うんですが、もうちょい先かな。遅いなこれ。まだ差が続くのかこれ。ああ嫌になるあれ。よいしょ。なんかしんどいからもうやめたいとこではあるんですが、
キャンプ場まで行きたいな。もうちょいのはずなんですけどね、一回車で下見に来たことはあるんですけど、あれが確か受付じゃなかったかな。表よいしょ。帰りは下りだから楽だぞ。あ、着いた。よいしょ。誰もいないでしょうね。こっち側が、御嶽岳のテントサイトですね。よいしょ。まあ来ただけでね、特に何もないので帰りましょう。それではここからはですね、今回買った自転車のご紹介をしていきたいなと思います。今回買った、自転車こちら、クロスバイクなんですが、ビアンキのね、Cスポートってやつです。でなぜですね、この自転車にしたかというと、よくわかりません。よくわかってませんっていうのはですね、もともとキャノンデールっていうところの、クイックファイブっていうですね、全部あのグレーの自転車があったんですけども、最初はねそれを買おうと思ってました。で、自転車屋さんに行ってですね、クイックファイブが欲しいんですけどっていう話をしまして、ただそのクイックファイブが欲しい理由っていうのは、全部グレーっていう、グレー一色だったんで欲しいだけなんですっていう話をしてですね、他にですね、もしいい自転車があれば、そっちも検討するんで、なんかいいのありますかという話をしたらですね、じゃあこれなんかどうですかっていうことで、クイック5から5000円か、まあそれぐらいアップすると、これが買えるっていうことだったんですけども、税込みでですね、値段としてはまあ7万円いかないぐらい、
最初はね予算5万円だったんですけどどんどん上がっていっちゃいまして、まあクイックファイブも結構値段がするので、5000円プラスして、絶対こっちの方がいいですよっていう話を、自転車屋さんにされました。まあ、つまりですね、自転車屋さんのことを全て鵜呑みにしてということになるんですけども、まあ、とはいえですね全然説明を受けずに買ったわけではなくて、まあ、この自転車を勧める理由、そのあたりをですね店員さんに聞いてみたら、一番のポイントとしてですねここブレーキがありました、クイックファイブっていうのはですね確かこの辺にブレーキがあるのかななんで、まあ、普通の自転車屋さんに持って行ってもなかなかその調整だったり直したりっていうのが、まあ、できないところがあるかもしれないよっていうことでですね僕のねあの目標としてしまなみ海道とかに行ってキャンプをしたいんですって話をしたらですね、まあ、遠出したりとかするんだろうから、どこの自転車屋さんでも修理できるブレーキとかの方がいいですよって話で、あ、なるほどなということでですねこちらの V ブレーキってやつですかねいわゆるですね普通のママチャリとかと同じようなブレーキこれを搭載している、この自転車にしました。でちなみにですが後ろも当然 V ブレーキです。で、ギアはやっぱりシマノせということになってます。でスタンドに関してはですね最初ついてなかったんですが、まあ、サービスでつけていただきましたので、まあ、こんなスタンドがついてます。やっぱスタンドがないと、ね、困りますよね。でまあねこのビアンキのまあ特徴というかこの水色ありますよねこれがまあ特徴なんですよっていう話をされたんですけどもこの水色があるからですね、ビアンキを選ぶ人もいると言われました。ただですねいかんせん僕この水色あんまり好きではないので多分ねサドルとかこのハンドルこの持つとかありますよねこの辺はねおそらくそのうち変えてしまうんじゃないかなと思います。でまあクロスバイクってまあ全部こんな感じなのかもしれないんですが、ハンドルはですね太さが一定じゃないんですよここが細くてここがなぜか太くてっていう感じになってます。で、ここにつけてるのがですねまずスマホホルダーこれがスマホホルダーですね。で、ライトと、僕はですねあの撮影するのがまあ大前提っていうことがありますので、カメラホルダーがついてます。でここなんですけどもわかるかな最初からねグラグラしてるんですよ。で、インスタ360はですねこういう風にあの自撮り棒をつけたりとかするんでこれがね重さに耐えられなくてすっごいグラグラするんですよね。いまいちですねなんか乗ってて気持ちのいいものではないのでここに関してはね多分近々、これではないものに取り替えるんじゃないかなと思ってます。まあこれはこれでですね他に使い道があると思うので、まあこれも活用しつつ、うん、ちょっと撮影方法っていうのをね模索していきたいなと思ってます。はい、ということでですね、あまりね知識なしに買ったものなんですが、まあ、自転車さんの言うことなんでですね、まあ、間違いないだろうということで、今回は、このビアンキのね C スポート、これを1台目のクロスバイクとして選んでみました。まあ、今回の動画ではですね、まあ、ちょっと自転車に乗ってみるだけっていうですね、まあ、テスト動画も兼ねて、撮影をしてみたんですけども、まあ、徐々にですね距離を伸ばしていきたいなと思ってます。まあ、いかんせんね40分ぐらいしか乗れなかったんで、なるべく坂道がないところで、長い時間乗れるような練習をしていきたいと思ってまして、まあ、そのあたりもですね動画にできたらいいなと思ってます。で、まあ、ちょっとずつですね距離を伸ばしていければ、そこから荷物を持ってキャンプに行って、そして、まあ、最終目標はしまなみ海道なので、最終的にねしまなみ海道に行ってキャンプができるぐらいの、まあ、自転車乗りになりたいなと思っております。で僕はですねあのキャンプに関しては、まあ、いろんな楽しみ方があるなと思ってまして、まあね、いつも言ってるような車でいろんな荷物を持ってってなんかこう快適に過ごすキャンプっていうのと、こういったですね、まあ、めんどくさいですよね正直めんどくさい中で、重たい荷物なるべく荷物持っていかないようにしようとは思ってるんですが、重たい荷物を持って物が少ないキャンプ、ちょっと不便なキャンプっていうのもねちょっと楽しみとしてやってみたいなと思ってますので、まあ、この自転車が来たことによってですね、これからですね視聴者の方にいろんなキャンプをお届けできたらいいなと思ってます。ということで今回は、テスト撮影してみましたけれども、試し乗りをしたところですね、まあ、なんとかいけるのかなという感触はしました。これからですね、まあ、どんどん撮影も上手になっていければいいなと思ってますので、ぜひこれからも見てみてください。それでは